はい、なんです。今日はですね、群れるのが好きなら注意と、結果を出せない人が多い場所3選ということで、メルマガの読者さんでですね、結構ですね、いろんなところに顔出されている方がいるので、たまたまその方は倫理法人会っていう、経営者の集まりですねに参加されているということで、いろいろ、ご相談、無料相談でお話聞いているときにそういう話が出てですね、ちょっとそれ以外にもですね、結構そういうところに顔出されている、方ですね、自分でビジネスを進めていきたいけれども、情報収集のためにいろいろな場所に行っているというお話を、耳にしますので、ちょっと、注意喚起も込めて、動画を撮りたいと思います。で、結果を出せない人が多い場所3選ですね。自分の経験からですね、まず1つが異業種交流会ですね。で、2つ目がオンラインサロン。で、3つ目が読書会とか朝活会といったですね、各種のイベントですね。こういったものに参加している人はなかなか結果が出せていないというその現実ですね。1つ1つ簡単に見たいと思うんですけど、まず異業種交流会なんですけども、僕もですね、お勤めの頃ですね、その主催者の付き合いということで時々参加していたりしたことはあるんですけども、基本的に異業種交流会っていうのはですね、保険の営業マンが多かったりとか、あとは営業ですね、何か売りたいと、独立している方でも自分のサービスや商品を売りたいという方ですね、要は売り込みたい人たちの集まりなので、基本的にその、何か生産的なですね、コラボしてビジネスにつながるとか、新しい企業のアイデアが出るというようなことはほぼないというところですね。もちろんその、その交流会のその、主催者のですね、志とか、その集まってるその層にもよるとは思うんですけども、基本的にですね、普通に開催されている異業種交流会というのは、こういったことが多いので、はっきり言って時間の無駄かなというふうに思います。で、やっぱりですね、本当に真剣にビジネスをやる場っていうのは、お酒も、ない方がいいですし、本当に、ガチでですね、顔と顔を付き合わせてですね、しっかり話す場が、ビジネスの場だと思いますので、そういったところもですね、見直していただきたいなと思います。で、2つ目のオンラインサロン、これは、異業種交流会がオフラインだとすればオンラインですね、ネット上の集まりになるんですけども、これは著名な芸能人とかですね、そういった人、あとは一部の起業家が成功させているそのビジネスではあるんですけども、オンラインサロンというのは会費も高くない、基本的には高くないですし、要は、スマホがあればどこからでもアクセスできますよね。で、そのつながりを感じやすいというところはあるんですけども、基本的にですね、やっぱりその、主催者の、サポートっていうのが薄くなってしまっていたり、あとは本当にですね、実際にそれで本当に有意義な情報っていうのを得られるかっていうと、そうでもないですね。特にビジネス関係っていうのはですね、本当に一人で孤独に作業する時間っていうのが本当に必要なんですよね。何よりも重要で、そこに特化する期間っていうのは必ずあります。ですので、オンラインサロンでいろんな人とつながることはできるんですけども、傷の舐め合いになってしまったりとかですね、要はマイナスの影響になってしまう方が、僕は見ている限り多いなという印象です。ですので、本当にその参加されるならですね、きちんとその明確に目的ですね、参加する目的を明確にした上で、例えば期間も決めてですね、いついつまでにこれができなかったら、一旦外れるとかですね、そういったふうにですね、次元的に参加するというのはありかなとは思うんですけども、むやみにただつながろうとするというのは結果を出せることにはなりませんので、ここは注意していただきたいなというふうに思います。あと、主催者が有名だからとかですね、ちょっと、みんなが参加しているからというのはもう論外ですね。ですので、きちんと結果を、出すのを手伝ってくれるですね、主催者というのを見極めて参加されたらいいのかなと。もし参加される場合はですね、基本的にはお勧めはしないんですけども、参加される場合はそういった判断基準が必須になるかなと思います。で、3つ目の読書会、朝活会っていうのが結構あったりするんですよね。読書会っていうのは、はっきり言って、ナンセンスかなと。みんなで本を読むとか、読み合わせとか、無駄ですよね。自分で黙々と読んでいくもんですし、読書ってそもそも、本を丸ごと一字一句読むというよりもですね、サマリーを把握したりとかですね、あとは必要な、自分の役に立つ部分だけ、読み込んでいくっていうの読み方が、効率的な読み方ですので、あとは本を読む
のが不得意っていう、僕も読むスピードは遅い方なので、たくさんの本を読む方ではないんですけれども、まあ、今はですね、音声学習ができますよね。まあ、オーディブルとかもそうですし、あとは YouTube でですね、高速学習、1.5倍とか2倍とかでですね、読書の要約した動画っていうのもありますので、効率的にですね、ポイントを吸収するっていうこともできます。ですので、読書会っていうですね、まあ、準備してその場所に行って、みんなでですね、本を読むっていうようなことはですね、まあ、無駄でしかないかなと思います。あと、朝活会とかもですね、まあ、何かしらいろいろその主催する側のですね、メリットのためにですね、いろいろ、こういう企画っていうのはあるんですけども、まあ、それにですね、なんとなくで参加してしまうっていうのはですね、もう本当に時間の無駄、お金の無駄になるのかなというふうに思います。まあ、要はですね、オンラインサロンもそうなんですけども、その主催者のですね、ただの養分にならないようにですね、きちんと自分で考えて、貴重な時間ですね、まあ、お金よりも何よりも重要なのは時間っていつもお伝えしてるんですけども、それをですね、無駄にしないように本当に選んで参加していただければと思います。で、まあ、3つ紹介してきた代表的なものなんですけども、あとはですね、まあ、結果を出せない人が多い、要はつるむっていうことですね、不用意につるむ、人とつるむ、群れるっていうのはですね、本当にビジネスに関してはことですね、本当に結果を出せない方向につながりますので、例えば友達と起業するっていう人がいるんですよね。お店を始めるとか、友達と一緒に会社をやるっていうのは、まあ、大体見てるとうまくいかないですね。まあ、利益配分で揉めたりとか、方向性が違ったりとかですね。なので、起業するなら1人で、で今はですね、アウトソーシングとか、スポットでですね、プロジェクトごとに、もしくは作業ごとにですね、依頼できるプラットフォーム、インターネット上で人を募集するってことが簡単にできますよね。クラウドソーシングもそうですし、僕自身も、誰も雇っていないですし、まあ、実際にですね、そのネット上の、例えばサイトの構築とかですね、不得意な作業というのはどんどん、得意な人にお金を払ってやってもらってきたんですよね。なので、まあ、そういった形で人と一緒に起業する必要は全くありませんので、まあ、こういったことも気をつけていただきたいなと。あと、まあ、一人飯ですね。特に起業してすぐのですね、起業家っていうのは忙しいですし、一人で黙々と作業する時間が、まあ、中心になるんですね。ですので、まあ、人とですね、パワーランチとか行ってですね、こう人と、食べているっていう、まあ、本当に有意義な情報交換だったらいいんですけども、まあ、ただですね、なんとなく気晴らしとかですね、まあ、何かつながりそうだからっていう、理由で、まあ、いつも人とご飯を食べてるっていうのは、まあ、起業家のスタンスとしては、ちょっと違うのかなと思います。ですので、一人飯が基本って考えていただければと思います。で、あと、孤独を感じるっていうことなんですけども、孤独とですね、孤独感っていうのは実は違うんですよね。まあ、孤独っていうのはですね、物理的に一人でいるってことなんですけども、孤独感っていうのは、例えば人とですね、仲いい人に囲まれてても、例えば家族と一緒にいても孤独感を感じる人っているんですよね。で、この孤独感っていうのは、結構まずいもので、例えば、まあ、よく言われるのは、喫煙とか飲酒とか、まあ、食べ過ぎとか肥満よりもですね、健康的に害があると、この孤独感で、この孤独感を感じるのが、体にもですね、悪影響があるってことなので、物理的に一人でいるから孤独感を感じるかってまた別なんですよね。まあ、例えば、インターネット上で今はですね、必要な人とつながるっていうこともできますし、仕事もさっき言ったようにネット上でですね、依頼してやることができます。で、本当に、仲のいい友達っていうのは、いつ連絡してもやり取りができるはずですし、まあ、パートナーもそうですよね。ですので、基本的にですね、ビジネスを進めるっていうのは、僕は孤独、要は一人で黙々とやるっていうスタンスを基本的にお勧めしてます。かといって、健康に害のある孤独感を感じるかっていうと、そういうことではなくて、それはやっぱり人とのつながりを大事にするってことですね。大事にしていれば孤独感を感じることはないということです。で、まあ、最後にですね、来るもの拒まず、去るもの追わずって言葉があるんですけども、まあ、うまくいってる人はですね、来るものを選んで去るものを追わずっていう形です。まあ、去るものはもちろん追わないんですけれども、まあ、縁ですよね。縁っていうのを大事にしてます。縁がないっていうふうに割り切るんですけども、来るものを選ぶっていうところが、やっぱり普通の人と違うんですよね。誰とでもつるまないってことですね。まあ、友達も選ぶものだと思いますし、特にビジネスに関してはですね、利益、お金に絡みますので、本当に組む相手は慎重にということで、変な人とつるむぐらいだったら、組むぐらいだったら、もう一人で黙々とやる方がよっぽど結果も出ますし、有意義なですね、
ビジネスなり人生を送れるというふうに、まあ、自分自身の体験では言えます。ということで、まあこういったマインド的な話もあるんですけども、基本的にはですね、僕はあの海外との2拠点生活とか、インターネットビジネスで、収益化する方法、あとそこで得た収益を海外投資で、さらに、回してお金を大きくしていくっていう具体的な方法をお伝えしてますので、興味があれば動画の下にある説明欄の方から、公式 LINE、 無料の公式 LINE 登録いただいて、ご連絡ご相談いつでも受け付けてますので、いただければと思います。いつもありがとうございます。